MD 平方メートルは、癌抑制因子である P53 の活動を抑制的に調節するタンパク質で、人では MDM2 電子に行動される。MDM2 タンパク質は、P53 の N 末端のトランスアクティベーションドメインを認識する E3 指キチンリガーゼとして、また、P53 の転写活性化の阻害因子として、機能する。 MDM にタンパク質を高度するマウス二重微小染色体がん遺伝子は形質転換したマウス細胞株 3T3DM から他の2つの遺伝子と共にクローニングされた。MD 平方メートルの過剰発現は発ん性のあるラスト共同的に月子類初代繊維目細胞の形質転換を促進し、MD 平方メートルの発現はヌードマウスで使用形成をもたらす。 このタンパク質のヒトホモログが後に同定され、それは HD 平方メートルと呼ばれることもある。MD 平方メートルの癌遺伝子としての役割を指示するものとして、南部肉種や骨肉種、乳腺腫瘍など人の腫瘍のタイプのいくつかでは、MDM2 のレベルが上昇していることが示されている。MDM2 癌タンパク質は P53 に対し指基準化によるキックを行う、するが、 P53 非ゾ存的な機能も持っている可能性がある。MDM2 はパリコムを介した細胞系不特意的な遺伝子抑制を補助し、この過程は,は P53 非ゾ存的である。P53 非存在下での MDM2 の結出は人の肝陽系幹細胞の分化を促進し、肝細胞のコロニー系性能を喪失させる。MDM2 によって制御される 遺伝子の大部分は PRC2 や、その触媒コンポーネントエジア2の不活性化にも応答する。MDM2 はクロマチン状でエジア2と物理的に結合し、標的遺伝子のヒストン3のリジン27番残機の、トリメチル化とヒストン 2A のリジン119番残機の指基準化を向上させる。H2AK119 に対する E3 リガーゼリング1バイト、 RNF2 と MDM2 を同時に除去すると、遺伝子発現の誘導はさらに強化され、合成的に細胞増殖を停止させる。MDM2 ファミリーの別のメンバー MDM4 が発見されており、これもまた P53 の重要な負の調節因子である。また、MDM2 は、期間発生や組織の向上性にも必要とされるが、それは、 P53 の活性化が抑制されなければ、パダプトシスと呼ばれる P53 の過剰活性化による細胞死が引き起こされるためである。パダプトシスはカスパーゼヒーゾン的であり、そのためアポトーシスとは異なる過程である。MDM2 の細胞分裂促進機能は組織障害後の総症治癒にも必要であり、MDM2 の阻害によって上皮の損傷後の再生が損なわれる。 加えて、核内での n f カッパ b の活性化において、MDM2 は P53 非依存的な転写因子様の働きをする。そのため、組織障害において、MDM2 は組織の炎症を促進し、その阻害は強力な抗炎症効果をもたらす。MDM2 の阻害は抗炎症、抗細胞分裂効果があり、癌のような炎症や過剰増殖を伴う疾患や、 全身性エリトマトーデスや急速進行性、子宮体腎炎といった、リンパ増殖性自己免疫疾患に対し、相加的な治療効果がある可能性がある。また、MD 平方メートルの過剰発現は、MD 平方メートルと NBS1 の間の直接的な相互作用によって、P53 非依存的に DNA の二本医切断修復を阻害することが示されている。 P53 の状態に関わらず、MDM2 レベルの上昇は DNA2 本差切断修復の遅れ、染色体異常、ゲノムの不安定性を引き起こすが、NBS1 結合ドメインを書く MD 平方メートルではこれらの現象は見られない。これらのデータは MD 平方メートルによって誘導されるゲノム、不安定性は MDM2NBS1 件の相互作用によって媒介され、 P53 ととのの結合とは、独立ししたものであるる。可能性を示している MD 平方メートルの主要な標的は P53 がん抑制因子である。MD 平方メートルは P53 と相互作用しその転写活性を抑制するタンパク質として同定された。MD 平方メートルは P53 の N 末端のタッドに結合して、ブロックすることで抑制を行う。MD 平方メートルは P53 応答遺伝子であり、すなわち、MD 平方メートルの遺伝子のの転写活性は、P53 によって活性化される。そのため、P53 が安定化させているときには、MD 平方メートルの転写も誘導され、MD 平方メートルのタンパク質レベルが上昇する。 E3 指キチンリガーゼである。MDM2 は P53 ん抑制タンパク質の負の調節因子である。MDM2 は P53 に結合して指キチン化を行い、その分解を促進する。P53 は MDM2 の転写を誘導するため、ネガティブフィードバックループが形成されている。MD 平方メートルは自身と P53 を プロテアソームによる分解の標的とする。P53 の C 末端のいくつかのリジン残期が指基腎化部位として同定されており、P53 のタンパク質レベルは MD 平方メートルによってプロテアソーム依存的にダウンレギュレーションされることが示されている。MD 平方メートルは自己ポリウミキチン化も行うとともに強調的 E3 指基ンリガーゼである。 P300 と複合体を形成して P53 のポリ指キチン化を行うこともできる。このように MD 平方メートルと P53 はネガティブフィードバックによる制御ループを形成しており P53 の安定化シグナルがない状態では P53 のレベルは低く保たれる。DNA 障害など P53 安定化シグナルが強いときにはこのループは キナーゼや P14 アーフなどによって阻害される。MDM2 遺伝子の全長の転写産物は491アミノ酸、約56イダのタンパク質を高度している。このタンパク質はいくつかの保存された構造ドメインを含んでおり、N 末端の P53 相互作用ドメインの構造は、X 線結晶構造解析によって解かれている。MDM2 タンパク質には、 セントラルアシディックドメインと呼ばれる領域が存在する。このドメイン内の残機のリン酸化は MD 平方メートルの機能の調節に重要なようである。加えて、この領域は核外搬出シグナルと核移行シグナルを含んでおり、これらは MD 平方メートルの適切な核、細胞質間輸送に必須である。MDM2 内で保存された他のドメインとしては、 ジンクフィンガードメインがあるが、その機能は未解明である。また、MD 平方メートルは C 末端にリングドメインを含んでおり、2つの亜鉛イオンを配位する C3H2C3 コンセンサス配列を含んでいる。これらの残機は亜鉛の結合に必要であり、リングドメインの適切なフォールディングに必須である。MD 平方メートルのリングドメインは、 E3 指キチンリガーゼ活性を持ち、MD 平方メートルの自己指キチン化にはこのドメインで十分である。MD 平方メートルのリングドメインは、核固定、極細化配列を含むとともに、ヌクレオチド結合タンパク質に特徴的なウォーカーモチーフが含まれているという点で独特である。リングドメインは RNA に特異的に結合するが、その機能は未解明である。 MD 平方メートルの調節にはいくつかの機構が知られている。その機構の一つは MDM にタンパク質のリン酸化である。MD 平方メートルは細胞内では複数の部位がリン酸化される。DNA 障害後の MD 平方メートルのリン酸化はタンパク質の機能の変化をもたらし P53 を安定化する。さらに、 MD 平方メートルのセントラルアシディックドメインの特定残機のリン酸化は P53 の分解標的化を促進することもあり、ヒップックにはこの方法で MD 平方メートルを調節するタンパク質である。また、P16 遺伝子座の代替的読み枠の産物である P14 アーフタンパク質の誘導は P53MDM に相互作用を負に調節する。 P14 アーフは MD 平方メートルと直接、相互作用し、P53 の転写応答をアップレギュレーションする。P14 アーフは MD 平方メートルを各固定へ、隔離し、P53 の格外輸送を阻害して活性化をもたらす。適切な P53 の分解には、格外輸送が必須である。MDM に P53 相互作用の阻害剤には、 シスイミダゾリンのアナログであるヌトリンがある。MD 平方メートルのレベルと安定性は、指基鎮化によっても調節される。MD 平方メートルは、自己指基鎮化を行い、プロテアソームによって分解される。また、MD 平方メートルは、指基鎮特異的プロテアーゼである USP7 とも、相互作用し、MD 平方メートルの指基鎮化を戻して、プロテアソームによる分解から防ぐ。 USP7 は MD 平方メートルの使用標的である P53 の分解も防ぐ。このように MD 平方メートルと USP7 は複雑な回路を形成して P53 の安定性と活性を細かく調節しており、これらの因子のレベルは P53 の機能に重要である。アポトーシスに関与するシグナル伝達経路の概要、MD 平方メートルは次に上げる因子と、 相互作用することが示されている。ありがとうございます。